はい、こんにちは、シーラモーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー界火の玉カラーのご紹介です。こちらですね、森脇集合館、そしてですね、各所から参考にたくさんございますので、早速ですね、ご紹介させていただきます。まずフロント周りです。レンズ割れなどはヘッドライトのレンズ割れとはございません。メーターカバーの大きな点灯傷などもない状態です。ウインカーはクリアの小型ウインカーにカスタム済みです。フロントフォークの大きなにじみは漏れ、点サミなどもない状態です。フロントフェンダーもですね、大きな点灯傷や割れ、こういったものもございません。ホイールのですね、大きなガリ傷、そして曲がり、こういったものもない、綺麗な状態ですね。エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみは漏れ、各種オイル漏れですね。あとはキャブレターカーのガソリン漏れ等も特にございません。ポイントカバー等のですね、大きな点灯傷などもない状態です。ブレーキ周りのですね、レバー曲がりもございません。サイドカバーの、大きなひび割れ、こういったものもない状態です。そしてですね、一番のポイント、森脇集合館です。今ですね、入手困難品となっております。音の方は後ほど、ご紹介させていただきます。リア周りですね、ホイール、こちらもですね、大きな曲がり、こういったものもない、綺麗な状態に保たれております。リア周りはですね、フェンダーレスキットでスッキリとした仕上がりになっております。反対側回っていただきまして、シートです。シートに大きな切れや破れ、こういったものもございません。グラブバーもですね、装備しております。バランスの取れた形となっております。タンクですね、大きな傷やへこみ、こういったものもない状態ですね。ではタンク内です。はい、タンク内も大きな錆、腐食等はございません。はい、ではエンジンの方を始動していきます。集合感、そして ETC なども装備している1台となっております。とてもですね、バランスの取れたカスタムとなっておりますので、とてもおすすめの1台となっております。ぜひおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。